はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 今時刻はですね5月12日見えますかね9時55分56秒7秒ということで間もなく10時を迎えるんですけれども5月12日金曜日の夜10時というのでプレミア公開で今から私が見させていただく動画はタイトルにも書かせていただきました。 『THEFIRSTTAKE』というね、えー、有名な YouTube チャンネルありますけれどもそちらで初めて BE:FIRST の皆さんが歌われるということで、えー、曲はもうこれ出てます「BYGOODBY」という曲をですね、まあ、歌われると言ってももうね収録を当然してるわけなんですけどそれが今ね、えー、3分。 もう半後ですねに流れるということで私はもう直前までちょっとねありがたいことにレッスンをさせていただいておりましてギリギリレッスン終わりに間に合いましたので今それを待ってる状態なんですけれどももうねチャットのところにももうね たくさんのファンの方がもうドキドキ楽しみ今日1日ワクワクでしたと色々なコメントがだーっと流れております。今私が見てる段階では4737名の皆さんがもう待機して待ってるそのうちの私も1人ということになりますけれども、今ちょうどねサムネイルというんですかねが、えー、もう画面に出ておりますけど向かって右側からも亮基くんがまあ素敵な笑顔と髪の毛もちょっとこうパーマ当たってるんですかねでその左斜め上には。 マナト君ちょっと緑色の最近先っちょがね、えー、カラーになってますけど髪の毛そして左下に来るとレオ君、えー、なんかさっき YouTube をちょっと見てたらあれですか野球で始球式かなんか今日やって 今日なんですかねあれやってたんですかねりょうくなかなかいいフォームでいいボールを投げてましたよね。そして真ん中に水色の線があって上に B ファーストと白い文字であってその左側右上には竜兵くんです。これはなんかねちょっと年齢相応の可愛らしい笑顔してますけどその向かって左側に今度はえョ、ー、小。え急にこんなことあります。ちょっとちょっと一回置いときましょう。竜兵くんの下に、えー、ジュノーンくん。 えジュノンね、あのいつもの最近のこうね金髪というか白髪というか白髪,か白髪な,なんでしょうかね、えー、し <laughs> ちょっと今私一人名前が出てこないことドキドキしちゃってるんですけどジュノン君の左上出てきましたシュントそれはもう忘れちゃいけませんけどね急になんか名前を今言おうと思ったらちょっとねスポンと抜けてしまいましただから私もこれあとね1分半ぐらいっていうその時間の制約もあるのでよりもうだってほら チャットの動きがどんどん速くなってますからそういうドキドキ感も込みでね急に俊斗君のお名前が出てこなくなりましたけど俊く、うん、君も竜く君と同じようにまあみんないい笑顔ですけどね俊斗君もすごい柔らかい笑顔でそして左下たくんがねすごいあの皆さんそれぞれが、まあ、何枚ももちろん撮ってるんだと思いますけどいい笑顔このサムネイルだけでも皆さんファンの人はねもうスマホの待ち受け画像にしたいぐらいの すごいこれ多分撮り終わったあとなんじゃないですかね勝手な想像ですけどなんかこう開放感に満ち溢れたというかそんな感じもしないでもないですけどもさあ先ほど4,000ちょっとって言ってた人数がですね待機が8773名になりましていよいよ t w i t t e じゃないチャットとツイッターが一緒になっちゃってチャットのこう動きもだいぶ早くなってきました、えー、もう時間は今59分、えー、30秒ですから。 もう30秒後ということになります皆さんももうねテンション上がりまくってドキドキハートマークがいっぱいあったりとかね私もイヤホンをセットしましたすごい勢いでチャット欄が動いてますーッとねさあ1.2万人が待機という形に変わりまして私の時計で言うとあと10秒で、ね、いよいよ10時ちょうどになりますでこのあとんかカウントダウンみたいなのがいつも入りますよね私も他のグループのプレミア公開何人もね 何組も見たことありますけど BE:FIRST の THEFIRSTTAKE は初めてですから、まあ、7人それぞれもうねうまいのは分かってますけども一体どんな感じの歌い歌声に歌い回しパフォーマンスになってるのか非常に楽しみさあ私の時計では10時になりました、えー、画面がちょっと変わりますかこれでまもなくプレミア公開が始まります実際これ1分ぐらいまだありますよね映像があって、えー、皆さんもね緊張してきたとかね 楽しみ待ってる泣きそうというチャットの方もいますね。いやでも皆さんのこうね何て言うんですかね一日の活力になってると思うとやっぱすごいお仕事ですよねこうアーティストの皆さんというのはまあそれだけね今積み重ねてきたものもたくさんあると思いますけどさあ画面が変わりまして広告が入りました首都高羽田線が通行止めしますよ皆さん気をつけてください。そして今度はプライムビデオの

点点点点点それがちょっと薄紫から紫になってたくさんの四角が今度は水色から青になってきましたかテカ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 黄色になって今真ん中秒数4443とカウントダウンが始まってますねもう今1分40秒ですもん、まあ、ねやっぱり23分プレミア公開といってもね10時3分ぐらいからにいつもなりますよねさあ3332と緑色で音がまたあおるあおるでーんぶわーどん 映画の予告みたいなので低音の響くいい音が鳴っておりますさあピンクから今度オレンジになりました19秒18秒いよいよ皆さんね私と一緒にドキドキしていただいてる方も応援していただいてるっていう私がやるわけじゃないですかさあ19876は緑5はオレンジ4紫3黄色2青1赤0白来ますよ。 低音の響きが残ってさあバーストテイク水色の文字が出てさ七本のスタンドマイクが立っているところにソータ君シュント君ジュノン君お願いします、ね、だからリュウヘイ君これは緊張するとマナト君レオ君そしてリョウ君誰もいないんだこういう感じなんだとソータ君がねもう七人のみでやるんだねそしたらさあ、ヘッドセットマイクじゃないわヘッドホン いやいやいやと、レオ君。一回リラックスしてから行こうか。まだドうドキ。みんな楽しそうだね、でもね。コード後ろね。これ線がね、後ろにあったわ。あ、まるくん。初めて。いい声出てるもん。<laughs> 歌わない。レオ君。あとちょっとひねずず。ぜっともう上手いよ、みんなね。ああ<ー>あジュノ君。あと少し。あと少し。りょうき君。緊張してんのと。してないよね。 してるわけない。するでしょ、絶対。レオくんいける。不安で、英語で言って、はい。英語で不安と言ってました。はい。エンジョイと。さあ、いきました。Be first. b y g o o d b y と出ました。はい。はい。はい。すごい。はい。なんかかっこいい。レかたかたか。りくん。あと数カ所のちょっと、この天伸ばしうまい。わあ。と、コーラスも入ってん。 そうだから君とまた会いたいなもつれあふたとは待ってたんだわ余裕しめてんのわすごい。またとかのままじゃゆられない、いわかっこいい切り方、ない。はれはあ、やえ、よくもいいね、フォーラら。君がくれた、ほかれ、のかけらをここて学、こかす。まんたく余裕、へいと、フォうとそうだかど。よく、ほう。 さあ、もう行かなきゃだって食べてって言葉に詰まってよ何ためらんなってねこいつも言えない私両曲がうんからこったってワンツーステップにしようって言うたうわかっこいいバラペイヤーヤロキジュノクンタイバイタキジュノクンタイバイタキジュノクンバイタイもう しゅんどくも余裕ですよ。えー、わぁ、イエーイもうかっこいいな、みんな。さあナイさサさナ完璧しゅんどく。ナイスナイスサーナイスーナちょっとカメラ見ちゃったりなんかして。もうみんな大丈夫だ、すごい楽しそう。キミを歌うようんはいえリョーはい、セイキャッケもハイ待ってらんないぞ、ナファイ <laughs>

いい感じですね。意外と緊張してね。うん、そんなこと楽しみあったね。いやいやいやありがとうございます。いや <laughs> いや。びっくり。いや、もう、すごいですよ。もう、すごいっていう言葉しかもう出てこなかったですね。 すごいもう最初ね見てる側もちょっと勝手に緊張してましたけどもう歌い始めて何人かね声出してみたらもう全然余裕だなっていういい意味でね楽しめるなっていうのがもう7人の表情とか動き仕草にものすごい出てましたしあのね随分前「ザ・ファーストの時だったと思うんですけどスカイハイさんがね「あさザファーストじゃないな,なんか BE:FIRST がおっきなほら野外フェスにいきなり出るみたいになってスカイハイさんがその、ね、主催の方に直接交渉しに行ってみたいなのありましたよね。うん、THEFIRST の中だねきっと。どうだったかなちょっと曖昧ですけどまあまあ。 その歌声とかねパフォーマンスがもちろん素晴らしいで MC とかにもつかむみたいなそういう、まあ、歌ということだけじゃなくてダンスとかだけじゃなくて BE:FIRST というグループの何て言うんだろうなすごみというか何かかっこよさをお客さんたちに見せつけてみんなのこう足を止めてほしいんだみたいなねなんかそういう熱い思いを語った場面を今ふっと思い出しながら見てたんですけど。 あの皆さんの歌声が上手だったりとか歌い回しがその時によってその時のねこうテンションでいろんな引き出しがあるからいろんな歌い回しができるっていうのも素晴らしいことなんですけど私はねそのなんでその言葉を思い出したかというとやっぱりファーストテイクっていうのはこうね皆さん歌声をじっくり聞いてる方が多いと思うんですけど同時にこうやって動画を撮ってるわけですよね映像も撮ってるわけなので。 7人それぞれがマイクの前で一発撮りで歌うという緊張感がある中でですよそれぞれカメラの位置そしてカメラがここで来てるぞということを把握しながら見てる人たちにもこうパフォーマンスというか表情であったりとかファーストテイクっていうそのね 言ったら一発撮りの歌声を披露する緊張感のある中ですっていう中に BE:FIRST が来たっていう感じよりは BE:FIRST が FirstTake という場所をすごく楽しんでいる何だったらファーストテイクといいうう出し物っていうのかな BE:FIRST が FirstTake をやってみたみたいな感じで自分たちのホームみたいな空気でやってるところに 私は凄みを感じたんですよもちろん「緊張するね」とかね歌う前にもみんな緊張感あったかもしれないですけどもう本当にそのま奈とくのも途中後半でねなんかわーわーとこうすごくリラックスした顔で歌われてましたそうだくんなんかもこうラップの部分もね本当にまにリズムも難しいことやってるんですけどもう余裕しゃくしゃくというかでこっちからね歌い終わりでカメラ目線をくれたりとか竜兵くんなんかはねこう真面目に音に対してこう。 正面切って歌ってて歌るのかなと思いきやね2番でしたっけ左側からカメラ行ったらちゃんとこっち側にアピールしながらだからただただ歌が上手なダンスが上手なグループではなくてもうこうやってねまあ私たち見てる楽しんでる皆さんね私も含めてに対して思ってる想像よりももっと素晴らしいものもっといい表情もっといい雰囲気 というのをおお届けすするエンンターテイメント集団にに確実になっておりますだから「THEFIRSTTAKE」というすごく人気のあるサイトというかねこのチャンネルの中に来て緊張しますねというふうにまんま終わっていくねアーティストの方ももちろんいっぱいいますしそれはそれでもちろんいいと思うんですけどまあ言い方合ってるか分かんないですけども BE:FIRST がちょっと食ってしまってるというかね ザファーストテイクに遊びに来てくれた b ーファーストの皆さんです。みたいな感じですよね。すごいだからまあ勝手な想像ですけど、これがね。b ーファーストという今グループがまあ実力はもう間違いないですよ。このグループのまま、今度海外に行った時に日本からやってきました。どう良かったら見ていってください。とかじゃなくてようこそ。b ーファーストです。皆さん見てってください。みたいな。そういうもうマインドが根本的に。 7人それぞれに流れてるんだなというのをこの「THEFIRSTTAKE」を見ながら思いましたそしてまあ歌声もう本当私は言うまでもないですけど皆さん素晴らしいはい全部良かったですねどのフレーズもどの人の歌も途中のコーラスわーわーとこうやってねあの掛け声みたいに入れてるところも全部良かったです見事本当に素晴らしいで「THEFIRSTTAKE」ってあの大体ね 1>, 1アーティストが2曲ぐらいずつじゃない2曲ぐらいずつ、えー、披露されたりしますから楽しみに待ちたいと思いますということで今日は10時に合わせてですね皆さんと同じ緊張感を味わいながら BE:FIRST 初めての THEFIRSTTAKEBYGOODBY のパフォーマンス歌声を聞かせていただきながら思うままにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。